内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットでお送りいたします。本日お伝えすることですけれども、相場海峡と株価の位置、そして銘柄の紹介としまして、4368の不相化学工業ですね、こちらを紹介したいと思います。本日の日経平均株価ですけれども、23,331 円と、前日比60円安となっております。で、日経平均だけがマイナスでして、あとまあ横ばい圏といえば横ばいですけれども、トピックスですとか、ジャスダックマザーズ、こちらの方はプラスで引けております。25日の移動管理のですね、こちら日経平均の方は 3.7 約 3.8 ですね、トピックスの方はプラスの 4.1 というふうになっております。ドル円の方は109円ちょうどぐらいになっています。本日の市場別と希望別ですね、こちらの騰落率見たいと思います。日経平均の方はマイナスの 0.26% でした。で、本日ですけれども、こちらマザーズですね、こちらの方がプラスの 1.15% となっております。で、目立っておりますのがこちらリートですね、これまで非常に堅調でした。ただ直近ですね、外国人が売りというのが入りまして、比較的横ばい圏軟調というふうな動きが出ておりました。本日の方はすべてこちらリートの指数マイナスというふうになっております。業種別になります。業種別ですけれども、本日は倉庫、金融、繊維、こういったところが上昇率のトップ3です。で、一方下落ですけれども、こちら建設、石油、非鉄といったところ、こういったところがマイナスの乖離が大きい業種となっています。いつものように日経平均株価の位置ですね、こちら見たいと思います。先週末ですけれども PR ですね、 13.8 倍となりました。 PBR の方は 1.16 倍、PBR の 1.0 倍水準ですね。 BPS はこちら2万165円です。利回りの方はちょうど 2% ぐらいとなっておりまして、みなしの EPS ですけど1690円まで下落しております。こちらですね、こちら1770円ですとか、このあたり決算前あったんですけれども、今のところ東証一部全体ですね、マイナス15から20ぐらいの営業減益となっておりまして、こういったことも絡みましてこちら下がってきております。トピックスになります。こちら PR は 15.6 倍と14倍を超えとる水準です。 PBR の方は 1.25 倍で、利回りですけど 2% 割りまして 1.92% というふうになっております。こちら14倍の線ですね、平均的なところというふうに言われます。14倍15倍ですね、こちらを 15.6 倍というふうに大きく抜けてきておりまして、やや過熱感があるといえばあるような状況かと思います。で、こちら25日の乖離ですけれども、こちら金曜日時点までですけど、どのぐらいで反転したかといったところですね、そちらの図になります。金曜日時点で日経平均の方は 4.35% の、こちらプラス、トピックスの方も 4.30 とほぼ 4.3 でした。本日、日経平均の方下落しておりまして、先ほど、下落しておりますけれども、この、見ていただきますと 4% くらいですね、この辺りまで来ると、下がっておるというふうな状況。こちら、秋口先月ですね、非常に大きく伸びた時はこちら 6% ですとか 7% くらいまで乖離ありましたけれども、ここ1年ですね、見ていただきますとこの 4% くらい、この辺りになると一旦、天井で、やや、こちら、乖離の方は、縮小していくということですかね、このような形になるかとも思います。ボラティリティインデックス見たいと思います。日経平均の方は 14.64、 S&P の方は12といったところで、こちら20以上から警戒、 S&P の方は10、20といったところで比較的落ち着いた状況が、になっております。こちらはトピックスの騰落レシオですね、25日こちらは 127.63 といったところで120を超えている水準が続いております。海外投資家動向ですね、こちら見たいと思います。10月の5週ですけれども、合計で4675億円の買い越しでした。現物も先ほども先物もほぼ同水準ですね、2000億台の買い越しというふうになっております。対しまして個人なんですけれども、こちらは合計で3265億円の売り越しです。現物も先物もこちら現物の方特にですね、2887億円売り越しといったところで、海外投資家が買い越して相対してその個人の投資家ですね、売り越すというふうな構図、こちらが続いております。業種別見たいと思います。
こちらの起点は18年の12月28日からなっております。トピックスの方はプラスの 14% で、見ていただきますとこちら精密ですね、38.9 度、非常に堅調です。1年を見て通しますと、いつも比較的堅調な情報通信、こちらは22というふうに元気です。ボラが大きい電気の方も29といったところで比較的しっかりしておりまして、マイナスなのは石油ですね、こちらだけになっております。ただなんですけれども、この株価上昇した後ですね、これを起点として見ますと変わらずですね、精密こちら 18.9% と堅調です。トピックスの方は 12.6 ですね、 6% で、見ていただきますとこちら情報通信ですね、プラスではありますけれども、こちら主要な業種に比べましてやや差があるような状況ですね。プラスの 3.9 というふうに低迷しておる状態が続いております。週間ごとの新高値ですね、見たいと思います。11月の5日から11月の8日まで、この1週間の間に新高値を取りまして、時価総額で大きいもの順ですね、こちらに並べてあります。こちらはトヨタ、NTT、ドコモ、キーエンス、ソニーといったような日本を代表するような主力の銘柄ですね、こちらの方が依然として続いております。それでは最後に銘柄の紹介をしたいと思います。本日は4368の不相化学工業ですね、こちら先日説明会にも出席しましたので状況の方を説明したいと思います。こちら本日ですけれども3125円、こちら夏以降ですね、非常に大きく上がってきております。日経業種別の価格ですね、加重平均の PR が 16.98 倍に対しまして 21.3 倍というふうになっております。不相化学工業ですけれども、こちらリンゴ酸ですとかクエン酸、この果実酸の大手です。こちらリンゴ酸、クエン酸などは主にですね、この食品改良剤、例えばですけれどもコンビニエンスの隣にいわゆるホットフーズがあります。そちらの肉の柔らかくするですとか日持ちを向上させる、そういった使われ方もしております。もう一方でこちら工業用洗浄剤ですね、このいわゆる洗浄するこの用途の方も最近増えてきています。でもう一つはこの超高純度コロイダルシリカ、これの最大手です。ほぼほぼ市場このコロイダルシリカの方は 100% シェアを持っていると思います。でこの高純度コロイダルシリカ、コロイダルシリカと言いますけれども、どのような用途で使われておるかと言いますと、半導体のウェハーですね、製造するときに研磨、いわゆるこすってツヤを出すと言いますか、ジフを使うようなそういうような使い方をします。その研磨剤が CMP スラリーと言われるんですけれども、これの主原料になっております。で今現在この CMP スラリーとポリッシング用途、まあ、どちらもこの削るというふうな用途なんですけれども、7対3ぐらいですね、こちらの方が7、こちらポリッシング用の方が3、このぐらいの状況になっております。でさらにこの半導体、どのようなものに行きますかと言いますと、最終的にはロジック向け、こちらが主となっております。で2つのセグメントもですね、設備投資非常にかさみ、参入障壁が高い、ただそのそれほど市場が大きすぎるわけではないので大手が参入しにくいというふうな状況です。営業利益率が高いといったところも特徴です。でこちらの方は売上と営業利益と設備投資の推移なんですけれども、直近こちらですね、19.3期、18.3期、非常に大きな設備投資を行いました。2年間で230億、200億を超える投資をしております。でそのような投資というのはこのリーマンショック前ですね、ここでも一度やっております。でこの時はこの後リーマンショックでなかなか苦労したんですけれども、こちらの方はですね、この高純度コロイダルシリカ、7ナノですとか5ナノ、こういったものに使われるという需要が分かっておりまして、大幅なこの投資を決断しております。ですのでこちら減収減益になっておりますけれども、焼却前ですとプラスで、焼却かなり大きな額になります。ただ21.3期ですね、こちら 20.3 期ですね、47億円、 21.3 期、53度、ここで減りまして、この分焼却がなくなってくると利益が乗ってくるというふうな状況になりますので、長い目で見ますとこの前回の時と同じようにこのように市場が広がってきますと大きくこちら売上ですとか営業利益ですね、伸ばせるような状況かと思います。それではこちらで7110マーケットで終わりたいと思います。